埼玉県名細村米軍機墜落事故は、1955年3月24日に、アメリカ軍の F-94 戦闘機が、埼玉県入間郡名細村に墜落した事故である。1955年3月24日、埼玉県のジョンソン基地を離陸した米軍の F-94 戦闘機が、午後2時40分頃、埼玉県入間郡名細村の上空を飛行中に、 突然火を吹いて、道村の過去坂地区に墜落した。墜落地点には民家が数軒あり、そのうちの一軒の庭先に事故機が激しく激突して、大破炎上した。墜落と同時に事故機に搭載されていたジェット燃料が周辺へ飛び散ったため、墜落地点のすぐ目の前にある民家一軒が瞬間的に火だるま状態になって燃え上がった。 そしてこの民家の中にいた64歳の女性と、その孫の20歳の男性の2名が逃げる暇もなく、焼死した。その他に、この民家の周りにいた者など5名が火傷を負った。即座に、消防団が駆けつけて、消火活動を行ったものの、結局この火災は、同家の2階建て住居、名屋、長屋など、合計4棟85坪を全焼し、土蔵2棟を半焼した上で、 ようやく消化された。鎮火後、矢になり墜落現場の現場検証が始められたが、事故機は深さ約3メートルの地面まで突き刺さっており、同日の夜9時40分頃になって、墜落地点の地面にめり込んでいた、操縦席と思われる残骸の中から肉片を見つけた、ことから、パイロット2名も即死したものと結論付けられた。ありがとうございます。